皆さんこんにちは。魅力解禁コンサルタントの土屋ゆり子です。今日も動画をお送りしていきたいと思います。今日はですね、何をお伝えしようかなと言いますと、最近私がハマってしまいましたっていうふうに動画でお伝えさせていただきましたけれども、 BTS のメンバーの私の一押しケテちゃんのパーソナルカラー診断を勝手にさせていただきたいと思います。もしよろしければお付き合いください。はい、パーソナルカラー、皆さんもご存知の方多いかもしれません。私の動画でもチラチラというふうにお伝えさせてはいただいておりますけれども、パーソナルカラーとはその方の髪の色、瞳の色、肌の色、肌の色、瞳の色、髪の色かな、順番でいくとね、どうだろう、ものに調和する色っていうふうに言われてます。で、調和する色ってどういうことを具体的にっていうと、その方がすっごく素敵に見えるっていうことですよね。キラキラ輝いて見えたりとか、印象にすごく残りやすくなるっていうような、効果があります。他にもたくさんあるんですけども、そんな効果があります。そしてね、パーソナルカラーというのは4つのシーズンに大きく分かれています。日本の四季の名前になぞっているんですけど、スプリング、サマー、オータム、ウィンターという4つのグループがあります。それぞれね、サマーとウィンターがブルーベースって言われたり、スプリングとオータムがイエローベースと言われたりしています。ただ、よく簡易診断なんかで、あなたはブルーベースですね、イエローベースですね、なんていうふうに言われることが、人生においてあったかもしれないんですけれども、実は、一概に言えなかったりもします。ブルーベースっていう、要するに例えばじゃあサマーというグループだったりしても、濁りっていうのがテーマ、その人にとってポイントになってきたりとかすると、オータムも濁色、濁ったお色で構成されてるんですよね。なのでオータムにもこの色だったらいけるんじゃないっていうのがあったりするわけです。例えば私だったらスプリング、私の場合は結構典型的なスプリングなんですけれども、次に何がいけるかな、次っていうか、他に何か結構いける色ないかなって探した時に、サマーのちょっとこう色が少しいけたりとか、ものによってはあるってことなんです。なぜなら私の場合は明るい、その色がまず明るいかっていうのがポイントになってくるので、人によってそういうふうにこうまたがるってわけじゃなかったとしても、具体的にこう詳しく見ていかないと本当にすごく似合う色っていうのが分からなかったりするっていうこともあったりします。ということで、テテちゃんのパーソナルカラーを見ていこうと思うんですけれども、テテちゃんは、オータムの方だと思います。他にね、他のグループでこう見ていった時に、どこか似合う色あるかなって思った時、やっぱりオータムでしょうっていう感じです。で、オータムの色というのは、そうですね、とても、マットな質感の方が多かったりね。で、テテちゃんの場合はお顔がくすんで、どちらかというとちょっとくすんでいて、オレンジがかった肌質をされています。そしてマットな印象ですね、すごくね。で、あとはオータムの方自体、シックな印象にシックな印象を与えている方も多いです。ゴージャスな雰囲気とかの方もいらっしゃいます。で、テテちゃんなんですけど、よくステージ衣装以外のお洋服とかを拝見させていただくと、非常におじいちゃんが着るような色味の服を着ていたりします。具体的にどんなお色なのかなっていうと、このような渋めの色を着てたりするんですよ。私がこの身につけるとちょっと近くによるね、すっごい渋い。私メイクしてるからいいんですけど、メイクをしてないと、遠くに離れた方がわかるかな、メイクしてなかったりするとすっごい調子がね、上がってみる、上がってみるって言い方だったらこうまだあれですけど、老けて見えたり、すっごく疲れて見えたりっていうような現象が起きます。あとはこんな感じの色だったりね、くすんでるんですよ。これグリーンでちょっと表してますけど、くすんだ感じの色味、濁色なんですけど、テテちゃんがこういった色を身につけるとすっごくね、上質な布を身につけてるかのような美しさがこう漂うわけなんですね。オータムの方ってそういう方が多いです。特にテテちゃんの場合は、次回の動画で骨格もお伝えしようと思ってるんですけど、骨格が
その、より関係してきてると思うんですよね。ということでオータムさんっていうような私は診断というかかなっていうふうにさせていただいております。おじいちゃんが着るような今のような、まあ、一見ねおじいちゃんが着るような色味だったとしてもテテちゃんが身につけるとすごく渋いダンディーな雰囲気っていうかね、まあ、まだ若いですけどそういった上質な雰囲気そしてゴージャスな雰囲気も醸し出すことができるっていうことをお伝えさせていただきました。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。